最後の最後に1位に来ましたが、どんな気持ちで戦ってましたか？そうですね、トップのプロと結構差が離れてたので、なんかとりあえず8位に残れるようにと思って、落ち着いて投げようと思って投げてました。最後自分で1位に上がれた要因は何だったかなというのを感じますか？まさか1位で取れると思ってなかったので、とても驚いてるんですけど、このあと、ね、この後が大事だと思ってるので、この後も頑張って打てるようにしていきたいと思います。まず1回戦はですね、清水プロとの対戦となりますが、意気込みを一言お願いいたします。よろしくお願いします。すみません、緊張します。はい、頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、本当に誰が残ってもおかしくないぐらいの接戦だったんで、もうついていくのも必死で、最後のゲーム打ち上げればなんとか残れるかな、ギリギリだなと思って、もう一生懸命頑張りました。どんな気持ちで投げていきたいですか？でもせっかく残れたんで、一生懸命頑張りたいと思います。まずは1位の尾上プロとの対戦ですが、ここからまず。そうですね、ちょっと本当にどうしようと思ってますけど、やっぱ自分のボウリングができるように一生懸命やりたいと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございました。それでは1回戦の第4試合スタートいたします。決勝トーナメントの1回戦の最後の試合です。第4試合、尾上萌花と清水千恵、この2人の対戦です。先に投げるのが49期、5年目、まあ、新人戦に出られるのは今年最後です。最後ですね。清水千恵です。8位通過でした。左の2本が残って8本カウント。そして今日の最後の最後、水谷若菜を抜いて1位でここに来ました尾上萌花です。52期、20歳になったばかり。こちらはストライクスタート。まあ、新人戦とはいえ、はい、ずいぶんこう年齢差があってっていう話をしたら、清水さんには申し訳ないんですけれど、はいはい、そういう対戦もあるもんだなということなんですよね。そうですね、プロテストを受けるのが、はい、19とかで受ける人と、はい、ね、30から受ける人もいますからね。そうなんですよね、はい、ダブル。本当に20歳でしょうか。うん、なんかこう緊張してる風ではありませんね。ですね。こちらは9本。堀江さん、はい、年代もね、いろいろ様々にある新人戦とおっしゃってましたけれども、はい、同期でもやはりそういった年齢差はあるんですけれども、やはり同期の結束というのはすごくあるようなんですね、はいはい、で、この清水プロがですね、準決勝の時同じボックスで投げてたのが星野プロと大島プロ、みんな49期のみんなで同ボックスで投げてたんですが、はい、10、11、12位だったんですよね、はいはい、そのボックスが全体的に3人一気に上に上げて、このトーナメント、決勝トーナメントに入ってきたという。でその時の、ね、雰囲気がやはりすごく良かったそうで、はい、プロテストみたいだったってことを言ってたんですよ。だからもう誰かを蹴落とすとか、うん、もう絶対自分だけが残るとかじゃなくて、うん、みんなで残ろうねっていう、そういう気持ちで今回すごく頑張れたのが良かったって言ってましたね。今度はね、対戦ですから、そういうわけいかないですからね。まあそうですね、うん、蹴落とさなきゃいけないですよね、うん、言葉は悪いですけれども、ええ、あとこれは大きくポケットから外してしまって7本。ただその49期も星野はすでに敗れ、池畑は残っていますね、はい、
があるんじゃないでしょうか。やっぱり優勝はね、49期から出したいというところをみんな言ってましたね。そうですよね。最後の最後の5年目、そういうあの機能できれば同期の人が優勝してほしいっていうのがあるんですかね。逆に同期に負けたくないから先に優勝したいとかって気持ちはないんでしょうかね。どうなんでしょうね。ただまあ新人戦は今年が最後っていうことを考えると、まあ尾上萌香には申し訳ないですけれども、若い人たちはまだ次があるということは言えるでしょうね。ですね。ダブルです。49期他のメンバーが応援しているか。野上萌香、これはしぶとい7番ピン。これでほぼ並びましたね。はい、清水さんのがカウントがいいですか、ね、カウントがいいですね、はいはい、9ですからね、9と6。淡々と投げているように見えます尾上。心中はどうなんでしょうか。1位通過と8位通過の2人の対戦です。なんか緊張はしないような感じに見えますよね。はい、ただこの清水もですね、最後の最後に258ですか、でそれを叩いて上がってきたということで、誰が残ってもおかしくない接戦の中で最後に集中力を持ったというふうに話していました。集中力を切らすわけにはいきません。第5フレーム、こちらも9本。ほぼ並んでいますがカウントは清水の方がいい。スペアです。わずかな差ですが、尾上は追いかける立場になっています。はい、新人戦の第4試合、1回戦の決勝トーナメントの第4試合が行われています。いよいよ中盤から後半に入ってくる戦い。わずかピン差のリードです。リードしているのが清水。ストライク持ってきました。第6フレーム。準決勝の時には尾上は面白いようにストライクを続けたわけですけれども、その淡々と投げているのとやっぱりこういうマッチゲームでの差というのはやはりあるんでしょうか。ありますよね。精神的にこう自分がしっかりしてないと、はい、なかなかねマッチゲームは慣れないと難しいですよね。ここは割ってしまいました、これでワンマーク差がつきました。ボールを、はい、あのボールじゃない変えてるんですかね。曲がらないボールを持ってたんですかね。今ボールを もう一個持ってきましたね。ちょっと合ってませんでしたからね。はい、おそらく変えるんでしょう、さあ清水は逃げるチャンスです。9本惜しかったですね。このボールを使ってたのかなって気はするけどちょっとね、はい、はっきりしませんが、これでもうちょっと中目から行くんじゃないですかね、この方がいいですよね。はい、ストライク。このね変えた時にすぐ分かるっていうのが、はい、いいですよね。あ、なるほど、
ぱり何か意味、うん、意図があってその意図通りにできている、ね、ということですね。あの最初投げた黒いボールでは天秤が飛ばないなって感じでしたもんね。はい、天秤が残っている清水、はい、終盤に入ってきます第8フレームです。第8フレーム尾上が投げます。来ればダブル、うん、追いつきます。分厚い、しかし来た、来ましたね。でもちょっと熱いですね、こっちの方が遅いんで、はい、今ので分かると思うんですよね。尾上さんカウントがもう一周しちゃってるんでね、はい、普通ミスと同じぐらいになっちゃうんでて、ええ、はい、今のダブルで1個戻した感じですか ね、うん、感じですね。清水さんはね残っても天秤ぐらいで、はい、あの安定してますね。安定してますからね。あ、ちょっと厚めでしたかね、8本、うん、まあでもこれが、うん、次尾上がストライクが来ると、うん、そうですね、ノーミスっぽくなりますね。そうですね、ミスが2マークのミスを消するって感じですから、まだダブルがありますからね、清水さんはね。そうですね、はい、ターキーホースいます、いりますもんね。スペアです。あ、いずれにしてもこれはターキーが欲しいですね。そうですね、そうすると、うんうん、ワンマーク以内に収まりますね。よ、ピン差になりますね。ピン差になりますね、はいはい、来ました。これは逆転ですね。あ、そうですね、はい、ね、落ち着いて投げてますね。そうですね、尾上やっぱり心臓も強いか、はい、あ、天秤が残ってますからね。残ってます、苦しい清水、はい、まあ、尾上の場合は、まあ、アマチュアですけれども、この2018年のこの大会で優勝しているということもあります。新人戦、何かこう自分にとってやりやすいなっていうのがあるのかもしれませんね。昨年は27位でした。しっかりと取ってきました。テンフレ勝負です。淡々と投げています。うわー、ストライク来ました。もうパンチアウト言っても200、そうですね、200ちょっとなんですよね。だから、まあ、いずれにしても210まで行きますけどね、パンチアウトでね、ストライクは必要です。はいはい、残ってしまった。この投球を待ちましょう。ストライク来ました。尾上萌えか、はい、準決勝の第2試合に進出です。ボール戻してこんなに違うんですね。そうですね、1回はボールを悩むという時期があったんですけれども ね、そうですね。清水知恵前線及ばず。最後は8本です。
229で尾上萌香が準決勝の第2試合大島由香と相対することになりました。最後は9本カウントです。清水千恵はここで敗退。229対203、尾上萌香が清水千恵を破りました。